皆さんこんにちは。リビングライフの時間になりました。今日は愛で始まり愛で終わる人生という題でご一緒に御言葉を学びたいと思います。コリント人への手紙第1:13-7。たとえ私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。皆さんの中にはこの第一コリントの13章というところを暗唱しておられる方々も多いのではないでしょうか。またここで愛という言葉について説明がなされていますけれども、このイメージは信者ばかりではなくて、まだ信仰に導かれていない多くの方々にも好意的に受け止められる、そのような箇所ではないかなと思うんですよね。でも皆さんどうでしょうか。もし私たちがここで語られている、このパウロが教えている愛ということに真剣に向き合おうとしていくならば、私たちはここで書かれてあることは全部できます、私は愛の人ですなんていうことができるでしょうか。おそらくみんな頭をうなだれてしまうのではないかなと思うんですね。今日私たちはここから2つのことを特に見ていきたいと思うんですが、まず1つ目は、愛に基づかない行為は無益なものであるということであります。パウロはここで愛ということを語るわけですけれども、その先に、その前に何が記されていたでしょうか。それは救われた人一人一人に与えられていく霊の賜物、御霊の賜物について語られているわけですね。特にパウロはこの中で威厳の賜物ということについて語っていく中で、この愛を語っていくんです。なぜそんなことをしたんでしょうか。それは数ある賜物の中でも、この威厳の賜物というものが人々に大きな関心、注目を集めていたからではないかと思うんです。威厳の賜物を与えられた人たちは、それによって自分が他の生徒たちとはちょっと違う、神様に特別に自分は用いられて愛されてって、そんなような思いを持つようになってしまった、少し高ぶった思いを持ってしまったのではないかと思うんですね。皆さんの身の回りを見てみてどうでしょう。自慢話ばっかりをしてくるような人たちがいたとしたならば、そしてまた威張って自分を見下してくるような人たちがいたとしたならば、皆さんはその人たちのところに近づいていきたいと思うでしょうか。またその人たちが近づいてきたら、その人たちとにこやかに話すことができるでしょうか。いいえ、私たちはそんな自慢話をしたり、自分のことを見下して威張るような人たちを見たならば、できるだけ距離を取って遠ざかっていたいと思うのではないでしょうか。もし無理やりでもそんな人たちと常に一緒にいたら、自分の心は痛みますし、またその先には病んでしまうということだって起こってきますよね。パウロはこの威厳の賜物が与えられた生徒たちが、それを自分たちを誇らせて自慢するために用いているのなら、それはむやみに鳴らされるシンバルの音と同じだとここで言ったんですね。つまりその賜物を用いていても、人々は喜ばないばかりか遠ざかってしまうんだということを警告したのであります。さらに2節では、生徒たちから素晴らしいとみなされていた霊の賜物を挙げ、
これらも愛から出てくるのでなければ何の値打ちもないんだと言うんです。そして3節では、愛がなければできないと思うような2つの行為が挙げられていきますけれども、これも愛がなければ何の役にも立たないと言われるんですね。皆さん、人は人の心の中を見ることはできません。ですから表面に現れてくる言動を通してその人の心を推し量っていこうとするわけですね。しかしそれはあくまでも推測の範囲でしかないんです。けれども神様は違うでしょう。神様は私たちの行動ばかりではなくて、その人の心の隅々をご覧になって理解しておられるんですね。まさに人は上辺を見るが、主は心を見ると言われている通りであります。ですからこのような神様が私たちのなすことをご覧になるときに、私たちの動機の中に、そして行動の中に真実な愛を見出すことができるかどうかということをご覧になるんです。私たちに問われていくのではないでしょうか。ある人はこんなことを言いますと、愛を持っていようが持っていまいが、結局一つのことを行っていくならば、その結果はみんな同じではないかと言われるかもしれません。確かにそうです。したということにおいては変わりないんです。でももし皆さん、私たちは何かのことをしたというだけを目的にしていくならば、その動機とかその背後にある思いというものが見えてきたならば、一体どんなふうに思うでしょうか。イエス様は嫌々ながらあなたのために十字架にかかったんだ、イエス様は本当はあなたのためになんて十字架にかかりたくなかったんだ、なんて私たちがそんなメッセージを聞いたら、私たちは途端にイエス様の十字架に対する感動が失せていくのではないでしょうか。感謝がなくなってしまうのではないでしょうか。イエス様がこの醜いこの罪の中にいる私のために十字架にかかってご自身の命によってあがなってくださった、そこにイエス様の愛があるということを知るときに、私たちは感謝して喜んで、そして感動を持って、私もイエス様のこの愛に行きたいと思うのではないでしょうか。さあ、二つ目のことです。じゃあ愛の人の特徴とは何かということですね。4節から7節のところを読んでいきますときに、パウロは愛の持っている性質ということについて語っています。私はこの箇所を読むときに、10代の時に聞いたメッセージを未だに思い出します。すなわちそれは、愛という部分を私という言葉に変えて、そしてそこで書かれていることを全て否定形にしなさい、読んでみなさいというものでした。私はその時、自分には少しは愛があるんじゃないか、いい人だというような思い込みをしていましたけれど、それをしてみた時に、あ、私もまさに愛の人などと言われるものではない、全然自分は愛の人になろうとしていないということに気づかされたということを思い出すのです。皆さんはどうでしょうか。この愛の部分に自分の名前を入れ、そしてその文章を否定的にしてみたときに、それはまさに私たち、いや皆さんの今の姿を表しているということはないでしょうか。でも皆さん、私たちはそれで落胆する必要がないんです。なぜか、それは私たちを変えようとしてくださっている神様がおられるということなんです。神様が私たちを清めてくださって、聖化してくださって、そしてその中で私たちは少しずつ変えられていくんです。ガラテヤの5章にあるように、皆さん、御霊の実というものが、愛というものが最初に出てくるように、私たちはこの神様の御業によって変えられていくんですね。皆さん、7節を見てください。パウロは1節から6節で語ってきた愛を持った人の特徴を語ります。そしてそれは何かというと、隣人に対して何かをするというのではなくて、人が何をしようと何を言おうと、それを許し、かばい、それに耐え、妬まず、見下さず、自分というものを持ち続ける人、つまり自分、周りの人に影響されるのではなくて、神様との関係を築いていく、その人こそ愛の人だと言われていることを覚えたいのです。皆さん、愛の人と
聞くときに私たちは何かそれは行動によってでしか表せないんじゃないかと思っている面はないでしょうか。でも今日私たちがこのパウロの言葉を聞くときに表だけじゃない、行動だけじゃない、いやそもそも私たちは内面から変えられていかなければ、この聖書が求めているような、パウロが語っているような愛の人になるというのは難しいということに気づかされるのではないでしょうか。どうぞ主が今日私たちに御言葉を語ってくださいました。そして私たちを取り扱おうとしてくださっています。私たちはその主の前に心を差し出して、主よどうぞ私を愛の人へと変えてください、そんな祈りを持っていこうではありませんか。お祈りします。愛する天のお父様、皆をあがめます。主よ今日あなたは私たちにこのパウロの言葉を通して、私たちが目指すべき、私たちが変えられるべきところがどこにあるのかということを教えてくださいましたから、ありがとうございます。主よ今の私には愛がなかったとしても、でも神様あなたは愛のお方であり、そしてそのお方が私たちを徐々に変えていってくださるということを知ることができてありがとうございます。どうか主よあなたのその御手の技に期待して、私たちがあなたの前に自分自身を差し出して、主よ変えられていく中で、どうぞ私たちのうちにも愛を与えてください。そして愛の行動を取っていく、そのような決断をできるものへと変えてくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前でお祈りをいたします。アメン。